はい、どうも皆さん、こんにちは、リーパラです。皆さんはイベントで配布されたキャラクターをうまく使いこなせているでしょうか。各私もですね、イベントで配布された、まあ、例えば魔人とか東派で手に入ったキャラクターとか、めちゃくちゃ使ってるかと言われれば、正直言うとほとんど使ってなかったんですよ。ただね、最近の傾向で言うとイベントで配布されるキャラクターかなり強くなっているわけなんですよね。で、ついこの間あった東派で手に入るルーノ、この方をですね、今回はピックアップして、紹介していきたいなと思います。まあ紹介っていうか、まあ、紹介はしたんですけど、まあ、実際使ってみるとね、まあ、普通に強かったんで、まあ、深淵の渦とかね、あと年代記の塔でも使えていけるキャラクターになるのかなと思ったので、まあ、もう一回ね、再度紹介したいなと思います。で、まあ、一番いい点としてはですね、結束持ってるんですよ。まあ、残武器突武器が3人以上っていう条件があるんですけど、ただ残武器突武器っていう条件だけなので、騎士だけにとらわれなくても戦士との組み合わせで、3人以上っていう組み合わせ方もできますし、最近だと残武器でも魔法使いの方とか、まあ、ガラクとかもそうですけど、残武器で、こういった感じで結束を組むことができるので、これかなり汎用性のあるキャラクターになっているのかなと個人的に思いました。攻撃、防御、クリティカル、どちらも上がるんでね、いいんじゃないですか。で、他はですね、この技もまあまあ強いなと思ったんですよ。前方範囲内全ての敵にダメージを与えて、なおかつ味方全員に3回まで防御力を上げるバリアを張ると。これをね、うまく活用すれば相手からの攻撃を守りつつダメージを与えることができると、という感じでね、まあ、非常に強いキャラクターだとこう思ったので、まあ今回このパーティーでね、深淵の渦をやっていこうと思います。はい、ただいま生徒で、ゼファルがねやってきておりますので、こちらの地獄級やっていきましょう。多分いけると思います。なんか10回行ったら急にやられてるっていうパターンよくあるんですけど、まあ大丈夫でしょう。で、今回のパーティーはですね、東亜で活躍してくれたライラックさんも招き入れて、まあ、できるだけっていうか、まあ、全員騎士っていうのもちょっとあれだったんで、誰だっけこの人、モナミも入れてね、やっていこうと思います。やっていきましょう。もうこのパーティーに関してはですね、ルーノ自体が強いかどうかって言われると、パーティー自体もね、結構、結束を組み合わせていたりするんで、そこもだいぶ強くはなってるのかなとは思います。どうだ、まあ言うてもね、ゼファルですからね、言うてゼファルだから、そんなに激しく難しいってことはないと思うんですけど、できるだけね、やっぱりここを使っていきたいなと思うんで、全然余裕ですね。誰も死なせたくないのです。
余裕でしたね。はい、予想以上にね楽勝に倒しちゃったので、僕も配布キャラだけで挑んでみようかなと思います。いや、このねローエンディア懐かしいですね。ずいぶん前の、これも踏破だったっけな、ちょっとあんまり覚えてないですけど、配布だったのは覚えてるんで、まあ、モナミもそうですよね。はい、というわけでこれでやっていきましょう。なんだかんだでね、やっぱキャラクター自体強くなってるんでいけると思うんですよ。まあ無理だったらごめんなさい。でもさっきの時もそうでしたけど、相当余裕で倒せたんで多分いけると思うんですけどね。どうだ、やべえ、やばい、ローエンディアが予想以上に。はい、すいませんでした。ちょっと舐めてましたね。サブパーティーだけ行ってみましょう。これで無理だったら本当にキャラクター単体が強いんですかね、やっぱり。いけるでしょう。今度こそ行ってほしい。やっぱ結局ね、サブパーティーってね強いんですよ、めちゃくちゃ。うっそー、死んじゃったー。いや、まだ諦めるには早い。モナミの回復感に狭すぎ。最近の僧侶はわざわざ前に出て回復しなくてもいいっていうイメージはあったんですけど、昔のキャラクターって昔の僧侶は特に回復範囲が狭すぎて、前に出ないとね、前方に出ている人はね回復できないっていうゲームがね発生していたんで、この頃の当時が懐かしいですね。やべ、倒せねえ。あ、そうか、モナミの技って歌だったか。全然忘れとった。まあいいんですよ、最後までとりあえずやってはみるんで。決めますか、これどういう技だっけ、覚えてないわ。お、強い。案外戦えてますね。でももうね、だいぶ技を出し切った感があるんで、ちょっとそろそろ厳しい。あ、だから必殺技が出せない、これはきついぞ。これは終わった、臭いぞ。いや、でもな、まだまだ諦めたらダメだ。
まだ死んでない。やったくー。いや、みんなして、おい、みんなして、ちょっとちょっと、オッケーオッケーオッケー、どうにかなったぞこれこれいけるぞ、ワンちゃん。耐えて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 。今度は私が戦う番です。やべえ、全然食らわねえ、全然食らわねえぞ。今度は私が戦う番です。頑張れ頑張れ。いやー、頑張ったんだけどな。やっぱゼファルは強かった。まあでもね、プラス思考で言うと、あれ最初の段階で一人死んだ段階で、ここまでやれたのは逆にすごいと僕は思ってます。はいはい、というわけでいかがだったでしょうか。やっぱりね、ルーノの必殺技を出してからのみんなに防御を張るっていう技が結構ね、他の味方がね、強い敵が出てきたとしても突っ込んで攻撃ができるんですよ。だからその分安心して戦えるってのもありますし、奥を取られることもないので、ルーとね、かなり使えると思うんで、今後もね、愛用してやっていきたいと思います。特に渦とかね、深淵の渦とか、遠大機だとか、あの辺は活用していきたいなと思います。そういうわけで今日の動画はこれで終わりたいなと思います。イベントで配布されるキャラクター、今後もね、たくさん強いキャラクター出てくると思いますので、ぜひとも取っといてというか、その場でゲットして使ってみてください。多分、使えると思いますので。というわけで今日の動画はこれで終わりたいと思います。この動画を見て面白いと思った方、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。